こんにちは、しぐれです。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はですね、打ち合いが上達しない人へ向けた動画になります。打ち合いが上達するためには何をしたらいいのかっていうのを5つ紹介してるので、よかったらね、最後まで見ていってください。プラチナ帯以下の方は大体どれかができていないので、今回の動画を最後まで見て、できてないことを伸ばせば絶対に打ち合いが上達していきます。ということでやっていきます。打ち合いを上達させるために何をしたらいいかのまず一つ目なんですけど、プロ級に上手い人の動画を参考にしないということですね。まあ、プロ級に上手いんだから絶対上手いっていうことで、まあ上手いのは上手いんですけど、それをね、中級者とか初心者が見た時に参考になるかっていうと、ほとんど参考にならないことが多いんですよね。僕も実際にプラチナで沼っている時にプロの動画を見ても、参考になることってあんまりなかったんですよね。っていうか、まず参考にできるようになる知識を得るのが難しかったです。なので、初心者とか中級者の方が、プロ級に上手い人の動画を見ても、その行動の意味を考えてもわからなかったり、そもそも意味がある行動を発見できなかったりします。だから、プラチナ帯以下の方っていうのは、プロ級に上手い人の動画を見るんではなくて、自分より一つランクが上の人。だから、ゴールドだったらプラチナ帯の人、プラチナ帯だったらダイヤ帯の人っていう感じで、その1個上のランクの人の動画を参考にすると、自分に足りていないことは何かっていうのが分かってくると思います。ちなみに以前に打ち合い勝率アップさせるテクニックを13個紹介した動画もあるんで、それを見るとね、上手い人の動画を見た時でも、この人は何をやっているっていうのが分かるので、上手い人の動画を見た時の理解度も深まって盗める知識も増えていくと思います。次2つ目なんですけど、圧倒的にプレイ時間が足りてないっていうことですね。で、これ結構ほとんどの人に当てはまると思うんですけど、僕今のプレイ時間の合計は、まあ、大体メインアカウントが1200時間ぐらいで、サブアカウントがまあ大体500時間ぐらいで、プレイステーション4のアカウントがまあ大体なんですけど1000時間ぐらいだったんですよね。だから合計すると2500時間から3000時間ぐらいプレイしています。で、これでやっとマスターに到達できるかできないかっていうぐらいのレベルになっています。だからね、プラチナ帯とかで沼ってて全然成長できていないっていう人とかいると思うんですけど、その人は圧倒的に時間が足りていないっていう可能性が高いです。で、僕も、プラチナ帯で沼っていた時っていうのは多分1500時間ぐらいまでかなはずっとプラチナ帯で沼っていたと思います。で、そこから急に成長し始めて、ダイヤ踏んで、その次またダイヤ踏んで、その次にマスター行ったみたいな感じですね。そんな感じで急成長できました。で、これなぜ急成長ができたかっていうのは後で紹介していきます。大体の人が成長するときって、急に成長してまたスランプに入って、急に成長してっていう感じで成長していくと思うんですね。まあ、例えば、まあ、X 軸がプレイ時間、まあ、プレイ時間だとして、Y 軸が、うまさだとします。じゃあ大体の人は、まあ初めは初心者の時だから、どんどん知識も吸収していって上がっていくんですけど、ある時、こういう風に停滞していきます。停滞していくんですけど、まあプレイ時間が、まあ僕の場合だったら1500時間に、なった時に、また急に成長して、で、ちょっと横ばいになって、また急に成長して、今横ばいみたいな、そういう感じになっています。だから今回言ったように、大体の人って、このプレイ時間が足りていないんですよね。だから、プレイ時間が足りていなくて、ここ、1500、僕の場合だと1500の前、ここの段階なんですよね。だからもう少し、プレイ時間を多くすれば、急にガンと成長する可能性もあるんで、まあ、プレイ時間も増やすっていうことも重要ですね。まあ、ただプレイ時間を増やすっていうことだけじゃなくて、やっぱりね、どう改善したらいいかっていうのを意識もするのが重要です。ということで、次3つ目は、僕が急成長できた理由。細かい反省と、次同じ状況でどうすればいいかっていうことと、自分が良かったプレイングを考えるっていうことですね。で、大体の人が上手くなりたいって言っても、自分のプレイを見返して、どこができていない、どこができているっていうのを大体の人はしてないんですよね。で、してたとしても、細かい理由、反省とかを考えていないんですよ。例えばですね、ここ敵が3人いたとして、まあ自分たちが、こ
この岩の後ろでこういう風に3人、まあこういう風に3人固まってたとします。するとここの1人の敵がこっちに来てここから車線を通されて自分たちが壊滅したとします。そうすると反省が大雑把の人っていうのは、まあ、ここで固まってたから負けたとか、敵が上手かったから自分たちは何もできずに負けたっていう考えになるんですけど、これをどうやって細かく考えるかが重要になってきます。ここで細かい反省点を考えるとすると、こっちからの車線とこっちからの車線2車線組まれて自分たちの遮蔽物がなくなったから3人壊滅したっていうことになるんですね。まあ、大体の人がここで固まっていたから負けた。で、その固まっていたから負けた理由は何かっていうのを考えずに、まあ固まってたから負けたよねっていう感じで考えてると思うんですけど、固まってることの何が悪いか。2車線通されて遮蔽物がなくなったから負けた。だから次はこういう同じような展開になった時に、こっちに広がらせないように自分たちが先にこっちをポジションを取るとか、固まって、まあ、敵がこう展開しようとしてきたから3人固まってこいつを潰しに行くとか、まあこっちに潰しに行けないかったとしたら、一旦3人で後ろに引いてみたいな感じで、その時に負けた時の細かい反省と次はどうすればいいかっていうことを考えれば、次ね、同じ状況になった時も一瞬で判断できるようになるし、それの繰り返しでパターン化っていうのもできてきて、判断速度がどんどん上がっていくし、上手くなっていくんですよね。だから反省点はできるだけ細かく考えるのがいいですね。反省点どんどん考えていくと、自分ができていないことっていうのが大体分かってくるんですよ。で、その自分ができていないことっていうのが大体分かれば、メモとかにして、そのメモしたことを意識しながらずっとプレイしていくっていうのをやると、どんどん改善していって上手くなっていきます。あとみんな忘れがちなのが、反省ばっかりして自分のいいところを見つけないっていうこと。それもダメですね。だから自分がもしいいプレイング、まあ、例えば今みたいに、まあ、これ遮蔽物だとして、まあ、今の逆パターンですね。敵が固まっていて、この自分が展開して、こっち車線通して、まあ、こっちからも車線通して、敵の遮蔽物がなくなって倒せたっていう場合、何も考えずにプレイしていったら、たまたま敵が遮蔽物なくなってラッキーで倒せたみたいな感じになるんですけど、この場合なぜ勝てたかを考えることによってまた上達することもできますね。この場合だと、まあ、さっきと逆バージョンなんですけど、自分が展開することによって敵に味方と2車線通せることができて、敵の遮蔽物をなくすことができたので簡単に勝てたっていう風に、いいことからもどうやって勝てたのかっていうのを学ぶことが大事です。そうすることでね、反省できてまた改善もできるし、うまくいったプレイがどこがうまくいったかっていうのを考えることで、うまくいったプレイをもう一回使えることができたら、どんどん勝率も上がっていくっていうことになるんで、自分の良かった点、悪い点を振り返ったりメモしたりするのはめちゃくちゃいいことですね。僕もこれで急に成長しだしたんで、これは本当に効果があってめちゃくちゃいいことになります。はい、次に内側が上達するための方法、4つ目は、前衛キャラ、後衛キャラを両方使うっていうことですね。たまに見かけるのが、前衛キャラばかり使ってる人、後衛キャラばかり使ってる人、まあどちらもいるんですけど、その人って何がダメかっていうと、前衛キャラの人は前衛しかできないんですよね。まあ、前衛しかできないっていうか、それ本当の意味で前衛できてるかっていうと、できていない時が多いんですけど、後衛の立ち位置を分かっていないと前衛キャラってできないんですよね。まあ逆も同じで、後衛キャラって前衛キャラの立ち回りが分かってないと後衛キャラができないんですよ。まあ例えばどういうことかっていうのは今から説明していくんですけど、まず前衛キャラの場合、例えば敵を削ってグレとか投げて敵の前の遮蔽まで詰めることができました。そうするとこの前衛しかやったことない人っていうのは、ここを横まで回って横から打ちに来ようとするんですよね、こっちとか。で、これの何がダメかっていうと、後衛キャラの立ち位置を考えれてないんですよね。後衛キャラの立ち位置を考えてないっていうことはどういうことかっていうと、後衛キャラの車線っていうのは、例えばこの岩にいた場合を考えるんですけど、まあ大体こう車線っていうのはこう通せたとしてもこういう感じで通るんですけど、味方が横に回ってしまうと、この後ろのキャラの人、後衛キャラの人は
味方のカバーができない。で、前衛キャラの人は味方のカバーがないっていうことになってしまうんですよね。だからここの味方は前に出て敵の複数射線をもらって瞬どけして、味方カバーなさすぎやろっていう感じで言うんですよね。だいたいこれが本当の意味で前衛ができてない前衛ですね。で、後衛も同じで、まあ例えばここに前衛の人がいます。この人は上手くて敵の射線、味方の射線のことも考えてて、ここの範囲内で動いて、で敵がこっちに出てこようとすると味方がこういう風にカバー射線を通せるっていう風な立ち回りをしているとします。で、この時後衛がここに固まってしまうと、前衛キャラってここの岩の後ろから動けないんですよね。当たり前ですけど、こういう時後衛キャラどうするかっていうと、後衛キャラはこういう横の岩に展開します。そしてこっちから射線を通すんですね。そうするとこの前衛キャラも動ける範囲っていうのが広まるし、前衛キャラがヘイト、例えばヘイトを買ってて、こっちの敵がちょっとこっちに動いたら、こっちの射線からフリーで撃てみたいな感じで、後衛の立ち回りっていうのは前衛が動きやすくするために、まあカバー射線を増やすっていうか、まあ、前衛が動ける範囲を増やすっていうのが仕事ですね。なんですけど、後衛キャラばかりしてて前衛キャラしてないっていう人は、この同じ岩場で固まりがちで、射線もこれ以上広がらないんで、めちゃくちゃ敵がここに固まってチャンスだとしても、このまま戦況が動かないっていう状態が起こるんですよね。それで、まあ、後衛は援護ばっかりしてるんで展開しないんですけど、そうなった場合は逆に敵が、まあ、このレイス、こいつがレイスだとしたら、ここにポータルをつなげてこっちから撃たれて、こっちが壊滅してしまうっていう状態も作られてしまったりします。なのでね、前衛キャラばっかりやるとか後衛キャラばっかりやるっていうのはあまり良くないんで、前衛キャラある程度できてきたら後衛キャラをもやって、どうしたら前衛がうまく動けるかっていうのも考えてみるといいと思います。はい、そうすることでね、逆に前衛キャラに戻った時に、後衛キャラはこういう考えをするから、ここまでは出て大丈夫とか、ここまで出すぎると複数射線通って味方カバーできないから、ここまで出たらダメだっていうのが分かってくると思うんで、前衛キャラ後衛キャラ両方使うっていうのはめちゃくちゃ重要なことになります。次、最後なんですけど、やっぱりエイム練習ですね。昔プラチナ隊で沼ってた時は、僕エイム練習全くしてなかったんですよ。エイム自分では悪いと思ってなかったんですけど、で、今見返してみると、その時プラチナ隊で沼ってた時っていうのがエイムめちゃくちゃ悪かったですね。で、皆さんもエイム練習毎回5分は絶対するようにしましょう。で、エイム練習するだけで敵に多くダメージを与えれる可能性が増えるので、立ち回りも少し楽になったりするっていう場合が多くなってくるので、エイム練習は絶対した方がいいですね。で、そのエイム練習の方法、何も考えずにボットをただただ打つっていうのはあんまりエイム練習にならないですよね。まあなるんですけど、あんまりならないです。実際に僕もボット打ち何したらいいかわからなかったんで、適当に打ってたんですけど、それじゃあんまりめちゃくちゃ上達するっていうことはなかったんですね。まあそれじゃあ上達はするんですけど、あんまりね、実戦向きじゃないっていうか、実戦だと敵も動いてるし自分も動いてるっていうことで、あんまり実戦向きな練習じゃなかったんですね。それでどんな練習があるかっていうのを、昔プロとかプロ級に上手い人とか、まあ実況者の方がどういう練習をしているのかっていうのを、めちゃくちゃ調べた時期があって、その調べた時に共通した練習方法っていうのがいくつかあってその共通した練習方法をメインでやっていました。ほとんどそれしかやってなかったです。その僕が調べた中の上手い人がやっているエイム練習をまとめた方法、実際に僕がエイムが上手くなった練習方法の動画も出しているので、よかったらね、まあ概要欄かコメント欄に貼ってあるので、よかったらそちらの動画も見ていってください。ということで、今回は打ち合いが上達しない人へ向けた動画になっていました。今回の動画は実践の技術を解説しているような動画ではなくて、もっと根本的にどうやったら打ち合いが上手くなるかっていうのを解説をしました。まあこういう実践以外の解説、根本的にどうやったら打ち合いが上手くなるかっていうのを解説をしている人もあんまりいないと思うので、この動画はね、結構役に立つ動画かなって思います。で、実際に僕もプラチナ隊で沼ってる時にこの動画があれば、もっと早くどうすればいいか気づけたかなっていう風に思います。
なのでね、もっと成長速度も、ね、速くなったと思います。だから皆さんも今回僕が紹介した5つのことを実践してみてください。そうするとね、絶対に上手くなります。これは 100% 上手くなることを保証します。これで成長できなかったらもう他に成長する方法はないっていうぐらい、今回の5つのことをできるようになれば絶対に成長します。ということで、今回の動画が1ミリでも参考になったと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルは Apex の解説動画だったり、まあライブとかもしているので、よかったらね、チャンネル登録もしていってください。ということで、今回は以上になります。リクエストとかも受け付けているので、よかったらね、リクエストもどんどんしていってください。ということで、バイバーイ。